どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、ティアラメンツ環境は楽しんでいらっしゃいますでしょうか。あ、楽しくない。あ、そう、じゃあメタろうぜじゃあメタろう。本日はですね、対ティアラメンツ決戦兵器を持ってきたのでまあ今ね、ランク1に潜るとまあ無限にティアラメンツと当たると思うんですけども、ティアラメンツ強すぎなんですよ、マジで。あれ考えたやつマジクビだろあれ。ということで今日はね、全力でティアラメンツをめたっていきたいというふうに思ってまして、まずですね、ティアラメンツっていうのは何が辛いかって話なんですよね。あのデッキ何が辛いか、あのね、モンスターが墓地に送れないのが一番辛いと思うんですよ。もしくは墓地からモンスターを戻せない、これが一番辛いなと思ってまして、王家の眠る谷ネクロバレーと、次元の裂け目、これガンズにしました。はい、これあの一応マクロコスモスとかもそうなんですけども、マクロコスモスちょっとトラップカード遅いので、あの次元の裂け目とネクロバレーで即貼れるカードにしております。はい、後引きした時にすぐ貼れるようにね。で、他にもですね、まあいくつか強いカードありまして、まあ、筆頭候補ディメンションアドラフターですね。はい、これ発動できればまあ相手の動き完全にその2ターンぐらい封じることができるんで、まあ、一番強いと。これディメンションアドラフター10枚ぐらい積みたいんですけども、まあ、ちょっと詰めないのでそんなには。今回2枚と。さらに、まあ、一応ね、あのちょっと、これで全部止まってくれるからかなり微妙ですけども、DD クロー。次元の裂け目から生まれてる、この最強モンスターね。これ、墓地のモンスターを除外できるんで、墓地のカードか、墓地のカード除外できるんで、これで相手の融合を阻止していく。ティアラメンツっていうのは、自分をでき戻せないとね、あの融合できないっていう、まあ、そういう、まあ、最低があるのでね。DD クローで除外。とか、あと、わらしで、まあ、融合効果無効とか、それからですね、冬桜もガン積みしまして、これでキトカロスを除外しますこれちなみになんですけども、先行取ったらいくらでも勝てるんですよ、正直。ガン制圧すればいいん でいくらティアラメンツといえば6妨害とか構えられたら、まあ、絶対返せないので基本的にはね。なので、先行取ったらいくらでも強い、まあ、カードはいっぱいあると思っていて、後攻を取った時にどうやってメタっていくかっていうのが課題だと思ってるんですよね。なので今回はその相手に先行取られた時に、自分が後攻取った時に、まあ強い誘発とかをいっぱい入れました。あとあのこれですね、キッコ勝負、これも結構ね無効にするカードないので、あんまり、まあクライム構えられるとちょっとあれですけど、クライムないとキッコ勝負結構通るので、まあこれも結構強い札になってますね、あのまくり札としてね。はい、まあ一番はこれですけども、まあ他にもいろんなメタカードを入れて、でさらにメインギミックをエクソシスターにしまして、エクソシスターもモンスター効果で墓地のカードを除外できるっていう効果ありますし、まあ、リタニアとかもありますから、マリバニファとかもありますから、まあ、この辺の除外ギミック、墓地除外ギミックを使って墓地メタギミックを使って、ティアラメンツをボッコボコのボコにしていこうというふうに思っております。1個言っていいですか、こんだけやってもメタれん時あるんだよねこんだけやってもメタれないってマジ。デュエルスタンバイ。最強カード来たー、いけー、発射よし、取ったー、よーし、かかってこいよ。あー、これティアラメンじゃないとか言われたらビビるけどな。デラボーミング、なに、ペルレノじゃねえか、来たー来たー、バカが、てめえディメンションアトラクターがで動けるのか、そのクソデッキがよ。はい、おレイノハート召喚してもいいけど墓地送れないぜ、カードを。残念だったな。エンドフェイズどうしました、ティアラメンツさん、環境トップじゃないんですかとりあえず王家の眠る谷ネクロバレーを発動ステラ召喚効果発動、なんもない、オッケー。また言うて、まあ、こっちもそんな強くないですけどね、ハンド。まあ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 、ただまあいいでしょう。まあ言うて妨害は全部、妨害っていうか、あのカードは全部通るかもしれないですね。さあエクソシスター、ミカエリスを特殊召喚、いけ、ロイヤル加護を見せつけていくぜ。そしてミカエリスの効果を発動するぜ。オーバーレイミットを一つ使い、デッキからエクソシスターカードを1枚手札に加えるという効果に、そのにチェーンし、さらにフィールド墓地のカードを選ん、あ、対象にとって除外するという効果も発動できるぜ。ペルレイノは除外だ。その不快なカードはこのゲームから除外させてもらう。フリー
そのカードはちなみにティアラメンツネームじゃねえからもう回収はできないぜ。まあこれはマルファをね持ってきて、マルファからマニフィカちゃんを出しに行くのが一番いいんじゃないでしょうか。さあエクソシスタパークスの効果を発動。エクソシスタパークスの効果によりマルファを手札に加えることができるぜ。まあマルファから、まあ、1回マニフィカになった方がいいかな。これは、まあ、2連打で生きて打点も高いしね。さあエクソシスタマルファを特殊召喚し、マルファの効果を発動。エリスをデッキから特殊召喚、さらにレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、うおー、いけ。エクソシスターカスピデル、まあ本当にちょっとアソフィールが一番あのデッキには刺さるんですけど、まあ、 あのマニフィカ出ればまあなんとかなると思うし、ネクロバレーかなり強いので、まあまあどっちでもいいかなという話あります。でカスピデルの効果を発動。カスピデルの効果により、デッキからエクソシスターモンスター遺体を手札に加えることができるため、これによりもう一回次のターンのマルファでいいかな。マルファを手札に加えていくぜ。そしてエクシーズランク4エクソシスターモンスター2体でオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズ召喚エクソシスターズマニフィカ、よーし、これでバトルフェイスだ。さあこのモンスターは一応のバトルフェイス中2回攻撃をすることができる。いけ、うおー、ワンキル取れないのがちょっと痛いですねこれね。エクソシスターそんな簡単にワンキル取れないんでね。まあ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 これでよしとしましょう。エンドフェイズだぜ。さあネクロバレーがあるぜ。ディメンションアトラクターの効果はもうすでに切れた。これでモンスターを墓地に送ることはできるぜ。まあ墓地からデッキにカードを戻すことはできないから、ネクロバレーの効果だな。ハハハハハハハ、バレーさん強すぎるんごね。あ、シェイレやるじゃないか、シェイレやるじゃないか。ちょ、バディさんあんま意味ねえなこれ。ちなみにネクロバレーはね、自分もあの自分のフィールドも相手のフィールドも適用されるんで、普通に相手の墓地のカード除外できません一切。まあちなみにこのケルドも除外、あの無理ですけどね。あ、ちなみに墓地で発動する効果を無効にするわけではないので、まあ普通にビーストとかの効果発動されます。普通にさあメイル効果、やべえ、なんだこいつ、何をやってる。そんなに墓地壊したところで何も起きないぞ。なんでかっていうと墓地からリザードいいだろ。これは効果で墓地を借りた場合にできるシャドールリザード以外の、シャドールカードを墓地を送る。シャドールカードめっちゃ入ってんじゃん、いいよ。で、あ、やばいここだ、なるほどな、それを狙っていたのか。まあいいだろう。ネクロバレーを破壊してくるとかいうなんか最強のシャドールモンスターが墓地を送られたが、うおー、いけ、フキンちゃん特殊召喚。ネクロバレーが破壊される場合、代わりにフキンを除外できる。ネクロバレー死守、うおうわー、ネクロバレー死守、神ゲーさあ相手固まってるぞ、相手固まってるぞ。残念ながらネクロバレーの処理は失敗したようですね。さあエンドフェイズ、エクソシスターマニフィカの効果を発動。マニフィカの効果によりお互いのターンに一度、お互いのフィールドのカードを選んで除外することができるぜ。さあそのセットカードは当たり前に除外させてもらう。消え失せろ。まあちょっとあのマニフィカの変身効果使いませんでしたけど、まあいいですね。あ、ちなみにオッケー、サリークね。あ、ちなみになんですけども、バトルフェーズ行いません。あのルーン使っちゃったんで、次のターン、このターンね、あのバトルフェーズ行えなくなっちゃってるんですけども、まあマルファあるしいいでしょう。さあ、マニフィカの効果を発動。マニフィカの効果によりお互いのターンに一度相手のカードを選んで除外することができる。残念ながら君のモンスターにはどんどん消え去ってもらうよ。まあ一応クライムあったところでこんだけ除外されたらきついだろ相手。そしてエクソシスターマルファの効果を発動。エクソシスターマルファの効果により自身を特殊召喚し、さらにデッキからエリスを特殊召喚。いくぜ、エクソシスターエリスとマルファでオーバーレイエクシーズ召喚。エクソシスターミカエリス、あ、え、あ、これま、あの、あれだな、ま、マルファ残してよかったこれ。普通に通常召喚しねえよ俺。まあいいや、なんとかなるやろこれ。ミカエリスの効果発動。相手のフィールドのカードを1枚対象に取り、そのカードをゲームから除外する。残念だったな、墓地へはカードは送られないぜ。一生てめえのカード除外してやる。ちょっとこれ間に、マルファ残した方が強そうだったな。まあいいや、リタニア手札に加えていく。
そしてバトルフェーズに入ることによりバトルフェーズがスキップされる。まあ、一応今リタニアの除外とバディスの特殊召喚がありますね。はい。でまたなんか墓地のカードを移動する効果発動するって言えばバディスで出しゃいいんですけど、まああんま関係ないですね。ネクロバレーあるんで。あんまり関係ないです。ネクロバレーがあるんでね。さあどうする？愚かな服装の効果で何を送るんだい？何を送っても何も解決なんないんじゃないか。サリークイだろ。さあサリークイの効果、まあ墓地効果発動されるのめんどくせえのこれな。ちなみにあの墓地封印っていうなんか意味わからんあの速攻法とかもあるんで、まあ、そういうカードを採用してもいいと思います。手札一枚切る代わりになんかあの相手の墓地のカードを深淵に潜むみたいなことできるんで、さあ測ってこいよ。測ってこいよ。ティアラメンツシェイレン、はいいだろう。そんなクソダコモンスターで墓地にカードを肥やしたところで何も起きないぜ。なんでかっていうとネクロバレーが貼られてるからだ。ネクロバレーってちなみにどういう効果持ってるかっていうと、あの墓地からカードを移動する効果が全部あの無効になるんですよね。適用されないんですよ。あれこれもしかしてランク4仕事してる？やばい、ちょっと待って、ランク4ってなんかやばいこと起きる。まあでも大丈夫か、リタニアあるわ。リタニアあるから大丈夫だ。さあなんか必死の形相でリタン出してるけど。必死の形相でリタン出してるけど。いやまあいいですけど、やっぱゼウス乗れませんよね。打点低いですし、あなた。エンドフェーズいいでしょう。もうちょっと3000くらい打点入れたいんじゃないですか、ランク4で。3000打点くらいのやつで殴った後に、なんかね、アーゼウス重ねるみたいな動きすればいいんじゃないですか、先生。まあ、DD クロも来た。はい。で、リターン効果。これめんどくせえな。あ、ていうか、あぶね。今、トラップカード吸収させたらめんどくさかったわ。これあれだわ。あの、今のところで、あ、どっちでも勝ちか、それでも。どっちでも勝ちや。リターンに打てばいいから。てか今チェーンしてリターンやった方がいいね、一応。はい。まあ、ちょっとミスりましたが、まあ、そんなことは関係ねえ。飛べ消えせろ俺の前から。まあリーダーいいよ、変身ね。いいよいいよ。これ効果で墓地を食らえるから、ティアラメンツの融合効果本来発動できるんですよ。本来ね、本来発動できるんですが、まあネクロバレーがあるから無意味といったところだな。これがティアラメンツに対するファンサービスだ。冬桜、いやこれ先行がね取れなかった時のね、やっぱ回答みたいなのがやっぱあないとダメなんですよね、これ基本的には。はい、レイのハート OK です。いけ冬桜発射。冬桜の効果発動。お互いのデッキを確認し、そのカードを見せて、キタコラスだ。さあてめえのデッキを見せろ。よし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 。よし、とりあえずキトカラスはゲームから除外されるぜ。オッケー。これでキトカラスムーブはできねえな。何？ちなみにこれあれですね。一応カレードハードとかルルカロスとかワンチャン出るんですけどね。沼地のマシンとか入ってると。おっと。おっと。出せるモンスターがいませんでしたか？あれ。出せるモンスターがいなかったようですね。さあ次元の裂け目を発動。次元の裂け目の効果によって、お互いの墓地へ送られるカードは全てゲームから除外されることが決定したぜ。さあエクソシスターステラを召喚。エクソシスターステラのモンスター効果を発動するぜ。手札からエクソシスターモンスターを特殊召喚できる。毎回マレファ来ねえんだよな。うん、あ何サリークイだろ。さあサリークの効果、ティアラメンツネームがいる場合、相手のモンスターを無限保養しながら、コストでレイノハートを墓地を送らなければならないが、ちなみにこのカードは除外されるぜ。なんでかっていうと次元の境目があるからな。さあ行け、エクソシスターエリス特殊召喚。エクソシスターモンスターいる場合、手札から特殊召喚をすることができる。そして、レベル4のモンスターに対してオーバーレネタを告知。エクシス召喚現れろ。うおエクソシスターミカエリス特殊召喚。そして効果を発動。自分のデッキからエクソシスターマジックトラップカード1枚を手札に加えるという効果。まあ、これは、パークスの方がいいのかな。で、エクソシスターミカエレスのモンスター効果発動。相手のフィールドのカードを選んで除外させてもらうぜ。まあ、ちょっと、もう、サリークうざいからいいや、これ。あのカードどうでもいいだろ、あれ多分。あのクセカードは多分どうでもいいカード。そして、ミカエレスからの、これ、リタニアの方がいいか。これ、バディス・リタニアのコンボ見せるわ。バトル、1回。
まあ、次元の下げ目辛いからだったのなとかなる。マニフィカして相手の伏せカードを除去しに行った方が良かった説もあるけどな。まあでもリタニア、バディス両方構えといたらなんとかなるだろう。ゼウスさんは、やんない方がいいですね。次元の下げ目は残した方がいいので、これでこうして、こうして、これで出たんじゃないですかね。これで次元の下げ目への破壊もちなみに、フギンちゃんで実質ケアできているんですよ。マニフィカ、いやでも今言うてあれかな、あのカスピテルで次のマニフィカ持ってきてマニフィカの出しておいた方が良かった気がしないでもないけども、ごめん、あのエクソシスターエアプだから許して久しぶりに使ってたこのデッキ。これで、リタニア・バディスの最強の武器というのは墓地のカード除外されるで、バディス効果発動、デッキからエクソシスターモンスターを特殊召喚をすることができるぜ。さあ無限にカードを除外していくぜ、相手のカード。そしてマルファさん特殊召喚、さらにエリスさん特殊召喚、そしてリタニアでカードをゲームから除外し、さらにフィールドローモンスターを再としてエクシル召喚をするという追加効果を付与することができるぜ。こことこれでエクシル召喚、あれなんか マルファってさ、これで単体でエクシスできるんじゃなかったっけ。まあいいか、エクソシスターミカエレス効果ちょっとエクソシスタエクソシスターの使い方がいまいち分かってないぜドローパークス、はい、ですね、とりあえずエクソシスターミカエレスちゃんの効果を発動するぜ。ミカエレスちゃんの効果により、デッキからエクソシスターカード1枚を手札に加えることができる。これにより、エクソシスターリタニアをもう一発持ってくれんじゃねえか。これで相手絶望だろ。次元の裂け目次元の裂け目最強か。さあエクソシスターパークスの効果を発動するぜ。エクソシスターパークスの効果によりエクソシスターマルファを手札に加えていく。そして、マルファのモンスター効果発動、自身を特殊召喚、うおエレスちゃん、うおそしてレベル4のモンスターに対でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろトリプルミカエリスアルティメットトリプルミカエリス、うおー効果発動、ミカエリスは出たターンだけ相手のカードをゲームから除外する効果を持っている、うおー消せろマスクチェンジ売ってないぜ。なんでかっていうとカードを墓地に送ることができねえからな。マスクチェンジなんていうカードは売ってない。エクソシスターズマニフィカ特殊召喚、うおーバトル消えせろ、これが俺様のファンサービスだ、うおうおエクソシスター最強。対戦ありがとうございました。よし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 、最強ハンド来た、最強ハンドや、あやばい、ちょっと、あこれドローフェーズに乗せた、ディメンションアトラクター発射、うおーうれー誰ーだーいや桜がある、大丈夫だ、まだ大丈夫、冬桜がある、任せろ。ディメンションアトラクターは通んなかったが、マクロコスも採用されなかったが、俺たちにはまだ冬桜があるぜ、任せろ。あ、ちょっと待って、それ先に打つのはずるくない、待って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 、それキトカロス出ちゃうじゃん、もうやばいやばい、あー桜が腐ったおい、インスタントフュージョンとかよ、インチキカードやめろマジで、ふざけんな、ちょふざけんなよお前、インスタントフュージョンはせっこいだろ、せめてなんか違うモンスターから入ってくれ冬桜くんのね、あの発動条件がゴミすぎてね、あの相手のモンスターの方が多いっていう状態じゃないので打てないんですよね、これちょこれ今すぐにさ、すぐ打てるのに変えてくんない、あまりにも遅すぎるあまりにも遅すぎる、冬桜打つしかない、これあまりにも遅すぎる、もう時すでに遅し状態の、桜を打って一応キトカロスだけ除外して無理すぎ、これ無理すぎなんだけど、どないしよう、どないしよう、これ
もうルルカーロス出ちゃってるし、なんならシーリアも出ちゃった。あかんて、あかんて、無理やて。終わってんだろこのデッキ、終わってる、マジでマジで終わってる。マジで終わってるわ。いやこれでも言うてあれか、まだワンチャン、ワンチャンもねえか。でもワンチャンもなそうだな。これでこうエルフ出す、いやまあいいけど、でこれなんか火球引いたらワンある。マレファの効果は絶対止められるし、エリスの効果も絶対止められるんですよね、あのルルカロスに。うーわー、まあ、とりあえず裂け目は張るよね。次元の裂け目、とりあえずあの挨拶程度に、次元の裂け目張るじゃないですか。ワンチャンのアーゼウスにかけに行くしかねえか。とりあえず、マルファの効果絶対使ったら無効にされるんで意味なくて、でこれエリスの効果、これ無効にしないっていう作戦どう、これを無効にしないっていうのどう、どう、ルルカロスさんお願いします、お願いお願いお願い、はい。はいはい、おかしいな、俺ガンメタカードいっぱい入れてるはずなんだけど、なんでこうなってんだ。このデッキ頭おかしくないですか。メタカード乗り越えてくんのちょっと本当にやめて。